クラウス・フィリップ・マリア・シェンク・グラーフ・ホン・シュタウフェン・ベルクは、ドイツの軍人、貴族。軍における、最終階級は、参謀大佐。貴族の爵位は伯爵。ドイツ陸軍国内予備軍参謀長を務めていた。歳の九百四十四年七月二十日に、東プロイセンの総統大本営、オオカミノスにおいて、総統アドルフ・ヒトラーを次元爆弾によって暗殺する、計画を実行したが、 ヒトラーは化粧を追うに止まった。バルキューレ作戦発動によるクーデタ計画にも失敗し、7月21日に上官の国内予備軍司令官フリードリヒフロム上級大将の命令により逮捕され、銃殺刑に処せられた。現在のドイツ連邦共和国においては英雄として検証されている。シェンクフォン・シュタウフェンベルク家の紋章・シュタウフェンベルク家の 歴史は13世紀のシュバーベンに遡る。同地を統治していた、ソレルン伯爵家に仕えていた貴族が、旧時に任じられたのを機に、シェンクを代々の家族名にしたことに始まる。この貴族は名字を様々に名乗ったが、その一つに、シュタウフェンベルクがあった。これは、シュバーベンの山の名前から取ったものであった。15世紀末に、シェンクホン・シュタウフェンベルクが永続的な加盟となった。 シュタウフェンベルク家をシュタウフェン長と結びつける現象もある。シュタウフェンベルク家の栄心は、1698年に、神聖ローマ皇帝レオポルト一世により、男爵の世襲爵位を授与されたのに始まる。その後、シュタウフェンベルク男爵家は四竜に分かれた。しかしうち二竜は18世紀中に断絶し、ビリフリンゲンを所領とする、シュタウフェンベルク男爵家とアーメルディンゲンを所領とする。 シュタウフェンベルク男爵家の二流のみが残った。1791年には、ビルフリンゲンを所領とするシュタウフェンベルク男爵家が皇帝レオポルト2世から帝国伯爵に上されたが、この帝国伯爵家は1833年に耐えている。結局、アーメルリンゲンを所領とするシュタウフェンベルク男爵家のみが残った。同男爵家はアーメルリンゲンに加えて、 17世紀と18世紀に、グライフェンシュタイン、イェッティンゲン、ラウトリンゲンなどを所領としていった。アーメルリンゲン・シュタウフェンベルク家の、フランツ・ルートビヒ・シェンク・フォン・シュタウフェンベルク1は、1874年に、バイエルン王国国王ルートビヒ2世から、伯爵の世襲位を授与された。以降、フランツ・ルートビヒの子孫のシュタウフェンベルク家は、伯爵家となった。 フランツルートビヒの長男はクレメンスである。そして、クレメンスの次男にあたるのが、クラウスの父である、アルフレート・シェンク・フォン・シュタウフェンベルク伯爵であった。アルフレートは、シュタウフェンベルク家の所領のうち、ビュルテンベルク王国領に属するラウトリンゲンを、所領としていた。なお、シュタウフェンベルク家は代々カトリックである。クラウス・フォン・シュタウフェンベルクが生まれた、イエティンゲン城 クラウス・シェンク・フォン・シュタウフェンベルク伯爵は、1907年11月15日、ドイツ帝国領法バイエルン王国領のイェティンゲンに、あるイェティンゲン城において生まれた。イェティンゲンは、シェンク・フォン・シュタウフェンベルク家の一族の所領であり、彼の母は出産の際にたまたまここに滞在していた。クラウスの、父アルフレート・シェンク・フォン・シュタウフェンベルク伯爵は、 ドイツ帝国両方ビュルテンベルク王国ラウトリンゲンの両主であり、ビュルテンベルク軍で少佐まで昇進した人物であった。また1908年からは、同国国王ビルヘルム2世のシュトットガルトの宮殿で、自重長として使え、王家の家政を取り仕切った。この際に、シュトットガルトの旧宮殿を皇帝として与えられ、以降、シュタウフェンベルク一家はそこを中心に暮らした。 クラウスの母カロリーネは、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍中佐、アルフレート・リヒャルト・アウグストフォン・ユクスキュルギ・レンバンと、伯爵の娘であり、1904年5月30日に、アルフレートと結婚した。カロリーネの母バレリエの祖父は、プロイセン参謀本部の創設者の一人である、プロイセン元帥、アウグストフォン・グナイゼナウ伯爵であった。クラウスは双子二組の四人兄弟であり、 三男であった。兄に1905年3月15日生まれのベルトルトとアレクサンダーの双子があり、また、クラウスと同じ1907年11月15日に双子の弟コンラートが生まれている。ただしこのコンラートは生後1日にして死亡した。クラウスと兄二人との関係は幼い頃から修正緊密であった。シュタウフェンベルク一家が暮らしていたラウトリン現状。 クラウスが子供の頃に親しんだ場所は、父の皇帝があった王とシュトットガルト、ラウトリンゲンの自宅、またイエティンゲンやアーメルリンゲンやグライフェンシュタインといった親類のイエイエなどである。庭園巡り、ビュルテンベルク王家との交流、茶会、サロンなどは、シュタウフェンベルク家のお決まりの行事だった。1916年にシュトットガルト一の名門ギムナジウムである。 エーベルハルトルートビヒギムナジウムに入学した。シュタウフェンベルクの成績は上位だったが、1918年1月、第一次世界大戦の戦況の悪化で、石炭不足のために学校が閉鎖された。大戦末期の1918年11月、ビュルテンベルク王国でもドイツ革命が勃発し、シュタウフェンベルク家が仕えたビュルテンベルク王家が崩壊した。父アルフレートは、 救済コンスタンティンホンのイラーと男爵と共に最後まで国王に仕えた。アルフレートはシュトットガルトを離れた王と王妃をイントン先のベイベンハウゼンの首都派修道院までお供している。また国王の私有地と恩給についてビュルテンベルクの新政府と交渉に当たったのもアルフレートだった。王家の宮殿や所領の大部分はビュルテンベルク政府に接収されたが一部の土地は 民法の適用を受ける私有地として国王の元に戻すことに成功した。貴族の所領も民法の適用を受ける私有地としてほぼ存続させた。ビルヘルム2世の皇太子アルベルト公爵はアルフレートを王の最も忠実な進化の一人であの悲しい日々にあっても冷静さを失わなかった唯一の人物と評した。クラウス・フォン・シュタウフェンベルクはこの年の11月15日の 誕生日を最も悲しい誕生日と表し、祝いを拒絶した。クラウスは、王が何も抵抗せずに去ったことに一番落胆したという。戦後、兄二人と共に、シュトットガルトの学校へ戻った。しかしクラウスは病弱であったため、学校を休んで家庭教師に教わることが多かった。1 9 2三年頃には、シュタウフェンベルク家の三人の子供たちは、ロマン主義、神秘主義、 貴族主義的な哲学者、詩人、ステファン・ゲオルゲの弟子となり、彼から深い影響を受けるようになった。クラウスは芸術を愛し、はじめ音楽家を目指した。しかしやがて音楽の才能はないと悟り、その後、建築家を志した。1923年1月24日に、学校で書いた作文には建築家への夢が書かれている。1926年にアビトゥーアに合格する。 1926年、第17騎兵連隊に入隊した、イのクラウス・フォン・シュタウフェンベルク音楽家や建築家を目指した時期もあった、クラウス・フォン・シュタウフェンベルクだったが、最終的には、軍人の道を志し、1926年4月1日に、バイエルン州バンベルクに駐留するバイマル共和国軍、第17騎兵連隊に入営した。シュトゥットガルトに駐留する、 第18騎兵連隊ではなく、バンベルクの第17騎兵連隊に志願したのは、この連隊がベルサイユ条約後に縮小された既存の連隊を合併させて作られた騎兵連隊であり、その中にはオジベルトルトが大佐を務めていた9倍エルン10騎兵連隊も含まれており、その援護を期待したためと思われる。しかし一族からは、行位の貴族が共和主義の軍隊に使えるとは、 何事と不評であったという。1927年8月18日には、5長級士官候補生となった。1927年10月から1928年8月まで、ドレスデンの不評学校に在学して、士官候補生としての訓練を受けた。さらに1928年10月から1929年8月に、かけては、ハノーファーア兵学校に入学した。 将校任管試験に、騎兵の主席で合格し、1930年1月1日に、商位に任官した。1930年に作成された、クラウス・フォン・シュタウフェンベルクの登場1930年11月15日に、ニナ・フォン・レルヒエンフェルト男爵令状と婚約。彼女の父グスタフ・フォン・レルヒエンフェルト男爵はかつて、バイエルン王室の自従長だった人物で、 ホンシュタウフェンベルクが所属する第17騎兵連隊の将校をよくもてなしていた。その縁で二人は知り合うことになった。1933年9月にバンベルクで挙式した。1930年11月から1931年2月にかけてはポツダムで迫撃砲の研修を受け、バンベルクに戻った後に第17騎兵連隊の迫撃砲部隊の指揮官となった。 ポンシュタウフェンベルクは、気さくで率直で魅力のある人物だったので、会話において主導権を握ることが多かったという。ある同僚の将校は、かなり大成人が集まっている時でさえ、彼の姿を見過ごすことはありえなかった。そのつもりがなくても、彼はいつも人の輪の中心だった。彼からは人を引きつけ、納得させ、信頼感を与える力が発していたと証言している。 また彼の上官の騎兵大隊長は1930年に彼について軍事的能力があること、私的に優れていることを自覚しており、時に人を食ったような皮肉っぽい態度を取ることがある。しかし、それで相手が感情を害することはないと書き留めている。上官からも仲間たちからも熱い信頼を寄せられていたフォンシュタウフェンベルクは何年にもわたって、 連帯の将校クラブの商務も担当していた。また、連帯の名誉法廷構成員にも選出されている。バイマル共和制の時代、ドイツは政治的に混乱した時期が続いたが、フォンシュタウフェンベルクは極端な政治信条はあまり口にしなかったという。しかし他の多くの将校たちと同様に彼も保守的な愛国者であり、ベルサイユ条約破棄と、 強大なドイツ陸軍の再建を願っていた。もっとも彼はどんな政府であれ、軍人は国を守らなければならないという自負心を強く持っており、バイマル共和制にも忠実であった。バイマル共和国の黒、赤、金の旗をあざける同僚があれば、反論を行っていた。この点は、他の多くの将校たちと異なった点だった。1933年1月30日に、 国家社会主義ドイツ労働者党の党首、アドルフ・ヒトラーが、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領より、首相に任命され、ドイツの政権を掌握した。ヒトラーの軍事に関するイデオロギーは、ベルサイユ条約の打破と軍拡を目指すものであったので、フォン・シュタウフェンベルクとしても賛同するところが多かった。死であるステファン・ゲオルゲもナチ党に、一定の評価をしていた。 第17騎兵連隊の演習場でヒトラーの首相就任を知ったとき、彼は相詰め、ついにやったか、と叫び熱狂的に喜んだという。さらにその日の晩には、昇降クラブの席上で新しい党についての熱弁を振るったと言われる。一方で、ナチ党の反ユダヤ主義に関するイデオロギーについては全く同調しなかった。所属する騎兵連隊を代表して、 ナチ党の集会に出席した際、ナチ党フランケン大韓区指導者、ユリウス・シュトライハーが、奥面もなく、ユダヤ人への誹謗を行うと、彼は完全と席を立って退出している。1934年6月末から7月初めの、長いナイフの夜事件については、透明性を図るための事情作用として肯定的に評価している。しかしハーケン・クロイツが、 軍の国将として引き継がれたことやヒンデンブルク死去後に軍がヒトラーに中世宣誓をさせられたことには否定的だった。1938年2月の国防省ベルナーフォン・ブロンベルク元帥と陸軍総司令官ベルナーフォン・フリッチ上級大将の解任については激しく反発し不満を何度も口にしている。彼が反ナチ派になった決定的な出来事は 1938年11月9日に、ナチ党が起こした反ユダヤ主義暴動、推奨の夜だった。この惨事を見たフォンシュタウフェンベルクは、大きな地軸がドイツにもたらされたと感じた。彼の副官によると、彼のナチ党や党幹部個人への批判はこの事件を、きっかけにして、激しくなったという。庶民出身者の多いナチスの野蛮な行為は、フォンシュタウフェンベルクの貴族、 ブルジョはカトリックとしての道徳心や正義感に反した。彼はユダヤ人政策と宗教弾圧に反感を抱くこととなる。ナチ政権下においても軍では順調に昇進を果たした。1933年5月1日に注意に昇進。1934年10月から1936年10月にかけてはハノーファー騎兵学校で 訓練将校の助手を務めた。1936年6月には、軍大学へ進むための軍艦区試験に合格した。また、英語の通訳試験で優秀な成績を取っていたため、1936年9月には、イギリスを訪問した。1936年10月から1938年7月に、かけて、ベルリンモアビト地区にある、軍事大学に入学した。 クラス主席の成績で卒業している。軍事大学在学中の1937年1月1日に、騎兵隊員に昇進する。1938年8月1日には、エーリヒヘプナーの指揮する、ウッパータール中流の第一警視団に、補給係将校として配属される。ミュンヘン協定に基づき、1938年10月1日に、 ドイツ軍がチェコスロバキアのズデーテン地方へ無欠進駐を開始。フォンシュタウフェンベルクの所属する第一系士団も10月4日にズデーテンに入り、チェコスロバキア軍の動員を解除されたズデーテン兵士や避難民を誘導する任務に当たった。2週間で任務は終わり、士団はブッパータールへ帰還した。フォンシュタウフェンベルクはブッパータールを想像を絶するほど、 プロレタリア的と表し、この町で暮らすのを嫌がっていたが、1938年12月になって、妻と子供たちをブッパータールへ呼び、この町に今日構えることになった。以降1943年7月まで、ここを意図した。1939年9月1日から始まった、ポーランド侵攻に参加した。ポンシュタウフェンベルクの所属する、 1> 第一警士団は9日間で200キロ以上進撃し、ビスワ側に一番乗りして数千人を捕虜にした。10月12日に、士団は平時の基地へ帰還し、第六装甲士団に再編成された。フォンシュタウフェンベルクは、困難な状況の中でも補給を確保したことや、数千のポーランド人捕虜に対しても、模範的なまでに休養を出したことに対して何度も、表彰された。 1939年11月1日付で参謀大尉となり、正式に参謀本部に転任し、改めて第六装甲士団の補給係将校となる。1940年5月10日から開始された大仏戦にも参加。彼の所属する第六装甲士団は5月12日にベルギーの国境を越えた後、9日間で270キロ以上の進撃をしたが、 その中でも彼は補給をしっかりと確保した。1940年5月31日に一級鉄十事章を授与されるとともに陸軍総司令部の参謀本部編成下にグループ長に任じられた。フォンシュタウフェンベルクは退伏戦についてイギリス軍にダンケルクの撤退を許してしまったことについてヒトラーの批判を口にしているが戦争は全体的には成功したため ヒトラーを評価するようになった。特にヒトラーの川近くの参謀本部に行ってからはヒトラーを称えることが多くなった。ヒトラーには軍事的な感がある。彼はすべてを大きな関連性で捉え、ドイツの将来のために努力しているのだろう。彼の近くにいると創造的思考を刺激される。彼に協力して勝利させようなどと述べている。1 9 4一年一月一日には、 参謀少佐に昇進した。1941年6月に独ソ戦が開始されると頻繁に前線の軍の補給状態の視察を行った。1941年冬にドイツ軍は玄関でほとんど進軍できず、その間ソ連が体制を立て直してしまった。フォンシュタウフェンベルクは1942年春にはドイツが単独でソ連軍を撃破するのはもはや不可能であり。 ソ連住民の協力が必要だと確信するようになった。独裁者、ヨシフ・スターリンの暴政に強いたげられるソ連支配下の住民の多くはドイツ軍を解放軍として歓迎していた。そのため占領地域の住民の感情を損なうような行動を彼は良しとしなかった。1942年4月に彼は他の参謀本部の将校との会話の中でソ連捕虜や 占領地域一般市民に対する残忍な行為、アインザッツグルッペンによるユダヤ人殺戮などに怒りを述べている。また編成下にグループ長として占領地域からの志願兵をスラブ人への差別意識の強い親衛隊ではなく国防軍の管理下に置くよう努力した。戦況が泥沼化した1942年夏以降には相当の排除を本格的に口にするようになった。 また、ヒトラーの犯罪性を告発する発言も再び増えた。1942年8月には編成家の別の証拠に、奴らはユダヤ人を集団で打ち殺しているんだ。こんな罪が許され続けてはならないと口にした。1942年9月26日の編成家の会議の席上では彼は突然に立ち上がって、責任はヒトラーにある。奴が排除されなければ、 抜本的改革は無理だ。私には、その用意があると叫び出した。前線視察の際に、B 軍集団参謀長、ゲオルクフォン・ゾーデンシュテルン大将やドン軍、集団司令官、エイリヒ・フォンマンシュタイン元帥に対して、ヒトラー抵抗運動の指導者になってもらえないかと、要請しているが、断られている。陸軍は、 もともとハンヒトラーの機運が強く、彼のこのような発言も聞き流されていたが、消したっぽの耳に入れば危険だった。次第に彼は参謀本部内でも身に危険を感じるようになり、1942年秋頃から参謀本部を離れたがるようになった。しかし1942年中は許可が降りなかった。1943年1月1日に参謀中佐に昇進した。 1943年2月3日、ベルリンで短期休暇を過ごしていた際に、北アフリカ戦線のチュニジアの第10甲師士団に主席参謀将校として配属する胸の人事異動が通達された。同士団は1942年11月にアルジェリアとモロッコに上陸した米英軍と戦っていた。念願の前線勤務となったが、2ヶ月後の4月7日には、 乗っていた車がイギリス軍機に機銃操車されて重傷を負ってしまった。スファックス近くの野戦病院へ移送され、ここで右手の手首から上、また左手の薬指と小指を切断した。また左目も摘出せねばならなかった。この後、フォンシュタウフェンベルクは船でリボルノへ移送され、そこから病院列車でミュンヘンの陸軍病院へ送られた。 そこで3ヶ月間の入院生活を送った。詳細は、ヒトラー暗殺計画を参照本シュタウフェンベルクはこれ、以上戦況が悪化する前に1日も早くヒトラーを暗殺して、クーデターを起こし、米英と講和して、ソ連から守ってもらうしかドイツが助かる道はないと、悟った。入院中、見舞いに訪れた母方のおじニコラウス本、ユクスキュルギレンバ版ンと伯爵を通じて、 現在進行中のヒトラー暗殺計画に加わることを決意した。抵抗グループの中心人物の一人である国内予備軍一般軍務局局長フリードリヒ・オルブリヒト大将は一般軍務局参謀長にフォンシュタウフェンベルク中佐を据える余陸軍人事局に手を回した。フォンシュタウフェンベルクは7月3日にミュンヘンの病院を退院したブッパータールの家族を呼び戻して ラウトリンゲンのフォンシュタウフェンベルク家の城へ戻った。1943年9月初めにはベルリンへ赴もき、抵抗グループのメンバーであるヘニングフォントレスコー少将からクーデター準備の手順を通達された。そのクーデターとはヒトラーを暗殺した後に国内予備軍司令部が国内外に17ある核軍管区司令部に対してバルキューレ作戦を発令して親衛隊、 ゲシタポ、当機関の責任者を反逆者として拘束することであった。9月15日、国内予備軍に一般軍無局参謀長に就任し、ベルリンベントラーガイの国内予備軍司令部に勤務した。このポストを得たことにより、以降は、フォンシュタウフェンベルクが計画の中心になった。バルキューレ作戦の立案を担当する立場だからである。クーデタ計画の成功は、 バルキューレ作戦を発動した時に各軍管区司令部がそれに従うかどうかにかかっていた。そのため彼は各軍管区に情報提供者の将校を最低でも一人は確保しようと努めた。彼の持つ説得力、生来の貴族の威厳、明晰な論理などにより17の軍管区のうち15の軍管区で情報提供してくれる将校を確保した。 またクーデタ後には抵抗グループが統一した政権を作りたいと考えていたので、ユリウス・レーバー、カール・ゲルデラー、ヘルムート・イエームス・フォン、モルトケ伯爵、ヨハネス・ポーピッツ、ウルリヒ・フォン・ハッセル、ビルヘルム・ロイシュナー、ウルリヒ・シュベイリン・フォン・シュバーネンベルク伯爵といった市民レジスタンスメンバーとも交流を深めた。レーバーを通じて地下に潜っている共産党とも接触を図った。 しかし、フォンシュタウフェンベルクは、他のレジスタンスメンバーとはあまり寄り合いが良くなかったという。難題なのは、クーデタ計画だけでなく、その前提である、ヒトラー暗殺もであった。戦況が悪化してくるとヒトラーはほとんど公の場に、姿を見せなくなり、厳重に警備された、相当大本営に引きこもるようになっていた。限られた、側近以外は、近づくことすら困難になっていた。 フォンシュタウフェンベルクら抵抗グループの中にもヒトラーに接近できる者はいなかった。ごく稀にヒトラーが公式行事に出席する機会などを狙って覚悟のある証拠に暗殺を実行させようとしたが決定的な瞬間におじけづいたりあるいは計画が何らかの偶然で成就しないことが続いた。ところが1944年5月中頃にチャンスが訪れた。フォンシュタウフェンベルク大佐が 国内予備軍司令官フリードリヒフロム上級大将の参謀長に就任することが内定したのだった。この地位につけば国内予備軍の任務である陸軍の人員補充と国内の治安維持を全面時に所管することになる。ヒトラーの前に出て報告を行うこともある。また相当大本営では戦勝者は SS によるボディチェックを免除されていた。加えて上官である。 国内予備軍司令官、フロム上級大将は抵抗グループに加わってこそ、いないが、部下のオルブリヒト大将や、フォンシュタウフェンベルク大佐たちがやろうとしていることを、黙認することを、案に示していた。これらの要素により、抵抗グループは、フォンシュタウフェンベルクを、ヒトラー暗殺の実行者に選んだ。暗殺クーデター成功の暁には彼は、新政府において、オルブリヒト軍務大臣を補佐する。 軍務時間に就任する予定であった。1944年6月7日午後3時52分から4時52分にかけてフォンシュタウフェンベルクはフロム上級大将と共にベルヒテスガーデンにあるヒトラーの別荘ベルクホーフに招集されヒトラー臨席の会議に出席した。フォンシュタウフェンベルクがヒトラーと直接に対面したのはこれが初めてだったフロムが フォンシュタウフェンベルクをヒトラーに紹介すると、ヒトラーは指が3本しかないフォンシュタウフェンベルクの左手を両手で握った。それからヒトラーは震える手で状況図を置き換え始め、何度もフォンシュタウフェンベルクを見つめたという。会議には、ヒトラーの他に空軍総司令官、ヘルマン・ゲーリング国家元帥、内務大臣、新衛隊全国指導者、ハインリヒヒムラー、軍事大臣、 アルベルト・シュペア、国防軍最高司令部長官、ビルヘルム・カイテル・ゲンスイという早々たるメンバーが参加した。フォンシュタウフェンベルクは会議後にこの場の空気をどんよりと腐っていて、息もできないほどと評し、このメンバーの中で良識がある人物はシュペアだけで、他は全員サイコパスだと感じたという。ヒトラーの目は潤んでおり、みすぼらしく弱々しい印象を受けたという。この会議に、 彼が爆弾を持っていった形跡はなく、最初の対面ということもあり、暗殺が実際に可能かどうか吟味するだけに止め、彼は、相当の側では自由に行動することが許されるという結論に達した。7月15日の、狼の巣。左から本シュタウフェンベルク、相当副官フプットカマー海軍少将、空軍連絡官、ボーデンシャッツ空軍大将、ヒトラー、書いてる。 ホンシュタウフェンベルクは1944年6月20日に正式に国内予備軍参謀長に任命された。ソ連軍が東プロイセンに迫っていた。1日でも早くヒトラーを殺し、米英と交わせねばドイツ領がソ連に踏みにじられる。1944年7月6日にベルクホーフの会議に出席した。この時には爆弾を携帯していった。 ヘルムート・シュティーフ少将が暗殺を決行してくれると期待していたようだが、シュティーフが実行せずに失敗した。1944年7月11日のベルクホーフでの会議にも出席。しかしこの日の会議には、ヒムラーとゲーリングが出席していなかった。レジスタンスグループの中心人物であるルートビヒベック、退役上級大将は、ヒムラーとゲーリングは、 一緒に殺害した方が良いと考えていた。エイリヒ・ヘプナー大役上級大将、オルブリヒト大将、エイリヒ・フェルギーベル大将らはゲーリングについては特に問題視していなかったが、ヒムラーは絶対に殺さねばならないと主張していた。ヒムラーが生存していると SS と国防軍の間で内乱が始まる恐れがあったためで、ある。オルブリヒト大将と連絡を取り、 ヒムラーがいないことを告げると、彼は、中止を指示した。フォンシュタウフェンベルクは、シティーフに向かって、根畜証明、行動すべきではないのかと口にしたという。1944年7月14日、ヒトラーは、予告なしでベルクホーフからソ連との前線が近い、東プロイセンのラステンブルクの総統大本営、狼の聖獣。フロムとフォンシュタウフェンベルクも7月15日に、 そこへ来て、東部戦線へ投入する新しい師団立ち上げについて、報告するよう命じられた。ポンシュタウフェンベルクは1942年秋以来、狼の巣に来たことがなく、土地勘がほとんどなかったが、敵がドイツ国土に迫っている今、ヒトラーがベルク方府に戻るのを待つ時間はなかった。狼の巣で暗殺を決行することとした。 フロムとフォンシュタウフェンベルクがベルリンを経った後、ベルリン・ベントラー街のオルブリヒト大将とその副官、アルブレヒト・メルツフォン・クイルンハイム大佐はフロムがいないのを後期としてバルキューレ作戦を発動し、ベルリン郊外の陸軍学校と予備訓練部隊に最高レベルの緊急出動体制を取らせた。事前にバルキューレ作戦を発動したのはこの時だけだった。7月15日午前に、 フォンシュタウフェンベルクが狼の巣に到着。この7月15日にはヒムラーも狼の巣に滞在していた。だがなぜか、同日3回行われた会議いずれもヒムラーが出席していなかった。ヒムラーが最終的に出席しないことが確認された後、フォンシュタウフェンベルクは会議を抜け出して、ベントラー街のフォンクイルンハイム大佐と連絡を取り、 ヒムラーが不在だが、結婚したいので許可が欲しい旨を伝えた。フォン・クイルンハイムはその旨を、オルブリヒト大将、さらに電話で、ベック大役上級大将、ヘプナー大役上級大将らに連絡した。しかし将軍たちは計画中止を命じた。フォンシュタウフェンベルクはたまらず、フォン・クイルンハイムに、僕ら二人で決めるしかないと言い,い、将軍たちの指示を無視することを提案した。フォン・クイルンハイムも、 やりたまえと答えたが、すでに時期を失していた。ヒトラーは、その後間もなく、会議を終了させてしまった。一方、ベントラー外のオルブリヒト大将とフォン・クイルンハイム大佐は、演習だったとして、ベルリンの警戒体制を解除して取り繕った。後にこの、間違った警報の件で、書いてる原水が、フロム上級大将を叱り、さらにフロム上級大将が、 オルブリヒト大将を叱ったしかし何とかクーデタの意思は隠し通せた。ポンシュタウフェンベルクが意気消沈してベルリンへ戻るとフォンクイルンハイムと話し合った。二人の意見は次のチャンスには将軍たちの意向は無視しようということで一致した。詳細は7月20日事件を参照次元爆弾が爆発した際の会議室の状態。青がヒトラー相当、緑が 生存者。赤が死亡者。黄色が爆弾。次元爆弾が爆発した後の会議室の参上1944年7月20日の13時から、狼の巣で会議が予定され、フォンシュタウフェンベルク大佐が出席を命じられた。1944年7月20日8時頃に、レジスタンスの同志、ヘルムート・シュティーフ少将とベルナー・フォン・ヘフテン中尉と、共に、 ユンカースジュ52輸、SO、送機でベルリン南方のラングスドルフ飛行場を飛び立った。今回はベントラー街にフロム上級大将がいたためオルブリヒト大将たちが事前にバルキューレ作戦を発動させることはなかった。10時15分に東プロイセンのラステンブルク飛行場に到着したフォンシュタウフェンベルクは出迎えの車に乗り込み狼の巣へ向かった。一方、シュテフ ンヘフテンは、マウアーバルトの陸軍総司令部へ向かった。ポンシュタウフェンベルクは、第二風作閣で、参謀将校たちと共に朝食を取った後、11時頃には、第一風作閣にある、国防軍最高司令部の陸軍参謀長、バルター・ビューレ中将主催の予備会議に出席した。作戦会議を前に予想される、ヒトラーの質問に円滑に答えられるように行われた、会議だった。 さらに11時30分には、予備会議出席者は全員ブーレに連れられて、国防軍最高司令部総長ビルヘルム・カイテル、元帥の校舎を訪れ、元帥の前で、作戦会議の最後の打ち合わせを行った。この際日本ヘフテン中尉も合流した。12時少し前、ヒトラーの従者、ハインツ・リンゲ新兵隊隊員が、カイテル元帥に電話してきて、 ヒトラーの作戦会議が30分早まって12時30分から行われることになったと通達した。その日、ベニートム・ソリーニが報読する関係でヒトラーは、早めに、作戦会議を終わらせようとした。ポンシュタウフェンベルクは、作戦会議の行われる建物へ向かう直前、カイテルの副官、エルンスト・ヨーンホンフライエント中佐にシャツを着替えられる、部屋を要求した。 フォンヘフテン中尉と共に案内された小部屋に入り、二人で爆弾の準備を開始した。爆弾は2個用意してあったが、フォンシュタウフェンベルクが書類カバンに入れた爆弾は1個だけだった。これは抵抗グループのメンバーの相当大本営、通信司令官、エーリッヒ・フェルギーベル大将が書いてる元帥の事務所に電話してきて、フォンシュタウフェンベルクと代わってほしいと求め、伝令のホーゲル総長が、 フォンシュタウフェンベルクのいる部屋に入ってきたため、焦ったフォンシュタウフェンベルクが、とっさに新刊を起動させた方の爆弾だけを、書類カバンに滑り込ませ、起動させてないもう一個はフォンヘフテン中尉に渡してしまったためだった。しかし一個だけが爆発すれば、もう一個も誘爆する。もう一個の爆弾を、書類カバンに入れなかったのは痛恨のミスだった。 専門家の意見によるとこの時もう一個の爆弾を書類カバンに入れておけば会議室にいた者は全員死亡しただろうと言われている。電話の後、フォンシュタウフェンベルクは先に行ったカイテル元水一行を追いかけ、一方フォンヘフテン中尉は飛行場へ向かうための車の用意に向かった。二人は副幹部の建物で落ち合うこととした。道すがらカイテルの副官フォンフライエント中佐は、 左手の指3本で書類カバンを持つ、フォンシュタウフェンベルクを気遣って、書類カバンは私が持ちましょうと申し出たが、フォンシュタウフェンベルクは荒っぽく怒鳴りつけて拒否した。12時30分をわずかに過ぎて、相当封鎖区画に到着した。会議場は7月15日の会議の時とは別の建物だった。当日の気温が高かったため、地下室で行われる予定の作戦会議は、 地上の会議室で行われたのだった。爆風は窓から逃げるため、爆弾による殺傷力は減じる環境であった。会議用兵舎に入る直前、フォンシュタウフェンベルクは本フライエンと中佐に、私の席をできる限り相当の近くにしてもらえないか、と囁いた。一行が入室するとすでにヒトラーがおり、地図机を囲んで、作戦会議が始まっていた。ヒトラーの右横にいる、 参謀本部作戦課長、アドルフ・ホイジンガー中将が、東部戦線の状況の報告を行っている、ところだった。会議にはヒムラーもゲーリングも姿が見えなかった。だが、今日は将軍たちの意向がどうあれ結構するつもりだった。フォン・フライエント中佐は、ホイジンガー中将の後ろにいた将校に、重度の将位軍人であるフォンシュタウ・フェンベルク大佐に、席を代わってあげてほしいと求めた。 これで、ヒトラーとフォンシュタウフェンベルクの間は、ホイジンガーだけという位置関係になった。フォンシュタウフェンベルクは、次元爆弾の入った、書類カバンを地図机への右の支えの側板に、もたれかけさせた。ヒトラーの方へ爆風が届くように支えから、はみ出すように置いた。この後すぐに、フォンシュタウフェンベルクは本フライエンと中佐に、外で話したいという合図をして二人で会議室の外へ、出た。 そして通信隊司令官、フェルギーベル大将とつないでほしいと求めた。中佐は会議棟の電話交換手につなぐよう命じて会議室へ戻っていった。フォンシュタウフェンベルクは受話器を置くと会議棟から脱出した。彼はベルトと軍帽を回収せずに会議棟に置き残している。会議棟を出て、フェルギーベル大将とフォンヘフテン中尉のいる。 副幹部のあった813号胸に向かった。二人と共に話をしている間に、怪奇胸の肩で爆発音が響いた。12時40分過ぎのことであった。フォンシュタウフェンベルクとフォンヘフテン注意は成功を確信し、車に乗り込んで狼の巣から立ち去った。三つの検問所でいずれも止められたが、通行証を見せたり、知人の当直主管に電話して話を。 通してもらうなどして、遮断機を上げさせて通過した。運転手のクロイツは、フォンシュタウフェンベルクが軍帽をかぶっていなかったことやフォン、ヘフテンが道中何かを森の中に投げ捨てたのをバックミラーで見たことにより二人に疑いを持ったが、結局命令通りに空港へ送り届けた。13時15分、二人は、ハインケル HE111 でベルリンへと飛び立った。 この時点でのフォンシュタウフェンベルクには知るよしもなかったが、ヒトラー暗殺は失敗していた。爆弾の付近にいた将校や即帰者だけが死亡、負傷し、ヒトラー自身は軽傷を負ったに過ぎなかった。また、狼の巣の通信機能は通信隊司令官、フェルギーベル大将が麻痺させる手はずになっていたが、狼の巣を完全に孤立させるのは彼だけでは無理であった。事件の後も、 オの巣ミノスの通信機能は正常に機能した。ヒトラーの命令でオの巣ミノスに駆けつけた内緒ハインリヒヒムラーと SS の捜査員たちは捜査を行い会議から一人だけ姿を消したフォンシュタウフェンベルク大佐に疑いを向けた。ヒムラーはベルリンのゲシタポに彼の逮捕を命じた。ベルリン・ベントラー街。フォンシュタウフェンベルクはここの中にある 国内予備軍事務所からクーデターの指揮を取った。ベルリンベントラー街にも事件の方はあったが、ヒトラー志望と生存の方が両方流れ混乱した。オルブリヒト大将は動揺し、ひとまずバルキューレ作戦は発動しないこととした。そして何事もなかったかのように昼食を取りに行った。しかしオルブリヒトの副官フォン・クイルンハイム大佐は我慢できず。 14時前に独断で、いくつかの緊急命令を発している。15時45分ごろ、フォンシュタウフェンベルクとフォンヘフテン中意を乗せた、ハインケル AGE111 が、ベルリン南方のラングスドルフ飛行場に着陸した。二人は、ベントラー街の国内予備軍のオルブリヒト大将に、電話して、ヒトラーの死を伝えた。フォンシュタウフェンベルクは、バルキューレ作戦の発動の遅さに驚き、 周りも気にせず、ヒトラーは死んだ。と電話口で怒鳴りつけた。オルブリヒト大将は、バルキューレ作戦発動を決意したが、この時は7月15日と違いフロム上級大将が、ベルリンにいたため、フロムの許可が必要であった。オルブリヒトは、フロムに、ヒトラーの死を報告し、バルキューレ作戦の発動を愚信した。しかしフロムは、ヒトラーの死に会議的であり、すぐに、 オカミの巣の書いてる元帥と連絡を取った。書いてるから、ヒトラーの生存を告げられたフロムは、バルキューレ作戦発動命令書への署名を拒否した。オルブリヒトも逃げ切らない態度であったため、オルブリヒトの副官フォンクイルンハイムがフロムにもオルブリヒトにも、独断で16時少し前に、バルキューレ作戦を発動した。全軍管区、国内予備軍に、バルキューレの、キーワードが送られた。 また、付随して、相当正挙、前線も知らず、両親のかけらもない党幹部のごろつきが、この状況を利用して、激戦の最中にある前線部隊の背後に襲いかかり、尻死欲で政権を奪おうとしている。このような国家存亡の危機にあたり、政府は、法と秩序を維持するために、戒厳令を敷くとともに、国防軍の指揮権を召喚に委ねたという。 エルビン・ホンビッツ・レーベン元帥名義のテルタイプも送られた。フォンシュタウフェンベルクたちも車でベルリンのベントラー街へ向かい、16時30分頃には到着した。フォンシュタウフェンベルクはすぐにフロム上級大将の下へ行き、クーデターグループに加わるよう説得に当たったが、フロムはなおもカイテルのヒトラー生存説を盾に、クーデターへの協力を頑強に拒否する。また独断で、 バルキューレ作戦を発動されたことに起こり、フォンシュタウフェンベルクに自決を命じた。自決を拒否するとフロムはさらに激怒し、彼に殴りかかろうとしたが、フォンヘフテンチ注イラがすぐに、フロムに拳銃を突きつけて牽制した。フォンシュタウフェンベルクはフロムを、司令部内の一室に監禁するよう命じた。フロムは、この状況では、俺は、お払い箱のようだなと吐き捨てるように口にしただけで、 おとなしく監禁された。しかし内心では部下に屈辱的な扱いを受けたことに怒りを煮えたぎらせていた。クーデターグループはエイリーヒヘップナー退役上級大将を新しい国内予備軍司令官に据えた。一方クーデター後に国家元首に就任する予定だったルートビヒベック退役上級大将が17時にベントラー街に現れた。ベックは ヒトラー暗殺の正否がわからないことを告げられても、同時ず、私にとって、あの男は死んだ。私のこれからの行動を決めるのは、この一点である。我々はこの路線を外してはならない。そうしないと、味方の陣営も混乱に陥れてしまうと答えたと、言う。作戦発動の後、相当大本営から、ヒトラーの生存を伝える情報が出された。 相反する二つの命令を受けた各地の軍部隊は混乱し、国内予備軍へ問い合わせが殺到する。フォンシュタウフェンベルクらは電話でその説明に追われた。途中、ヒムラーの命を受けた、ゲシタポ将校フンベルトアッハマピフラーダー新衛隊、上級大佐がフォンシュタウフェンベルクの逮捕に現れたが、フォンシュタウフェンベルクは逆に彼を逮捕させた。後で取引に使えると考えて、 殺害はしなかった。ベルリン防衛軍司令官、パウル・フォン・ハーゼ中将もクーデターグループであり、彼は、オット・ウェルン・ストレーマー少佐に3個中隊を指揮して、ベルリン中央艦長外を占拠するよう命じた。ゲッペルスの宣伝賞や皇帝も包囲された。この日、ベルリンにいたナチ党の大物は、ヨーゼフ・ゲッペルス宣伝賞のみであった。ゲッペルスは、レーマー少佐を、 ポンハーゼ中将から引き離すため、19時から20時にかけて、レーマーをゲーリング通りの自分の屋敷に招集して、ヒトラーと電話で直接話をさせた。ヒトラーは、新しい国内予備軍司令官に任じた、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーがベルリンに到着するまで、レーマー少佐を自分の直属で、ベルリンの反乱鎮圧の全権とするとした。 相当命令に基づきレーマーは直ちに中央、艦長街の封鎖を解除し、逆に、フォンハーゼのベルリン防衛軍司令部を包囲した。これにより情勢は逆転した。ベントラー街の空気も悪くなり始めた。中央艦長街もラジオ局も抑えられず、ベルリン防衛軍司令官フォン、ハーゼ中将はゲスタポにより逮捕されてしまった。クーデター後に、軍の最高司令官になる予定だった。 コンビッツレーベン元帥はクーデター派の情勢の悪化を悟り、日和みになり始めた。彼は、ポンシュタウフェンベルクとベックを罵り、我々は帰営する。と宣言して、ベントラー街から出て行った。ポンシュタウフェンベルクの周りには、ベック隊液状級大将、オルブリヒト大将、ホンクイルンハイム大佐、ホンヘフテン中尉など投稿しない覚悟を決めた人たちだけが残った。クーデターと知らず、 バルキューレ作戦に従って行動していたベントラー街の将校、兵士たちも徐々にこれがクーデターであることに気づき始め、怪しげな指令を出しているフォンシュタウフェンベルクたちに不信感を募らせた。ヒトラ生存説がベントラー街に広まるにつれ、ベントラー街の将校たちは反逆者の一味になることを避けようと、フォンシュタウフェンベルクらに対する対抗勢力を作り始めた。 監禁されているフロムも彼らと連絡を取ろうとした。そして22時半過ぎ、オルブリヒト大将がベントラー街内の反クーデター派の将校たちにより拘束され、そこへフォンシュタウフェンベルク大ラクーデター派が現れたことで、クーデター派と反クーデター派と銃撃戦となった。この銃撃戦でフォンシュタウフェンベルクは残った左腕に重傷を負う。結局、 反クーデター派が勝利し、フォンシュタウフェンベルクラクーデター派は逮捕された。監禁されていたフロムは反クーデター派により、解放された。ベントラー街中には、ここで、フォンシュタウフェンベルクは銃殺された。ベック大役上級大将、ヘプナー大役上級大将、オルブリヒト大将、ホンクイルンハイム大佐、ホンヘフテン中尉、そして、フォンシュタウフェンベルク大佐が、 フロム上級大将の執務室へ集められた。23時頃からフリードリヒ・フロム上級大将が独断で即決の軍法会議を開始した。すでに相当命令によりフロムは国内予備軍司令官の地位を解任されており、公認の国内予備軍司令官にはヒムラーが就任していたが、フロムやベントラー外の将校たちはまだそのことを知らなかった。フロムは勝ち誇ったように宣言した。 さて諸君。諸君が今日昼間に私に親しうちを私が今から諸君にお返ししよう。ポンシュタウフェンベルクはフンドの目でフロムを睨みつけていたと言う。フロムはまず反逆罪で逮捕する。武装解除せよと高らかに宣言した。そして即決の軍法会議を開くと宣言した。これを聞いたベックは拳銃を保持する将校の権利を求めた。フロムはこれを認めた。 ベックは目で同志たちに最後の別れを告げ、米紙に銃を向けたが手が震え自殺に二度失敗した。結局フロムの部下の手でとどめを刺された。フロムは他の者たちに対しても最後の望みはあるかと聞いた。ヘップナー上級大将は直ちに自分はこの件に何の関わりもない。無実を証明したいので供述書を書きたいと訴え出た。 オルブリヒトも一筆したためることを希望した。これに30分ほど時間を取った後、フロムは即決の判決を下した。相当の名において、召喚は即決裁判を改定し、判決を下す。メルツ・フォン・クイルンハイム参謀大佐、オルブリヒト大将、名前を口にするのも汚らわしい謀大佐、フォン・ヘフテン中尉を死刑に処する。ずっと押し黙っていたフォン・シュタウフェンベルクだったが、 この判決を聞いた後、今日の出来事は全て私の命令によって引き起こされました。自分以外は軍人として職務に従ったにすぎません。断じて彼らに罪はありません。全ての責任を負うのは私であり、罪を犯したのも私だけですと述べた。フロムは何も答えなかった。彼は脇へ寄って道を開けることで連れて行けという命令を案に出した。 死刑囚たちは処刑場の中庭へ連行された。フォンシュタウフェンベルクは出血多量で意識を失いそうになっていたため、フォンヘフテン注意に支えられながら歩いた。後にはヘプナー上級大将だけが残された。ヘプナーは切羽詰まった様子で、フロムにいろいろ弁解した。フロムはそれを受け入れ、ヘプナー上級大将は監視下に置くと指示した。 7月21日に入ったシニア0時15分ごろ、フォンシュタウフェンベルク大佐、オルブリヒト大将、ホンクイルンハイム大佐、ホンヘフテンチューイラ4人の死刑囚は、国内予備軍司令部の中庭の砂山の前に、間隔を置いて、並ばされた。軍用車のヘッドライトが4人を照らした。まず、オルブリヒトが銃殺された。ついでフォンシュタウフェンベルクの番となったが、銃弾が発射される前に、 フォンシュタウフェンベルクの前にフォンヘフテンが立ちはだかったため、先に彼が銃殺された。フォンシュタウフェンベルクは、我が聖なるドイツ万歳。と叫び、銃弾に倒れた。最後のフォンクイルンハイムが銃殺された時、時刻は0時33分だった。フロムは、シェーヌベルクのマタイ教会墓地に彼らの遺体を運ばせ、軍服や勲章を着用したままの軍人としての埋葬を許可した。 ベントラー街を占拠した親衛隊部隊。フロム上級大将は中庭にいる軍人たちに相当の尊い命を守った神の摂理に感謝すると演説して自育配慮を参照させた後に執務室へ戻っていった。執務室に戻ると直ちに無責任な将軍たちにより発動された反乱は鎮圧された。首謀者は射殺された。フォンビッツ・レーベン、ヘプナー、ベック、 オルブリヒトの名で出されている命令には従ってはならない。私は銃を突きつけられて一時監禁されたが、再び指揮を取ることになったと指揮下の国内予備軍部隊に電報を送らせた。その後、フロムはヨーゼフ・ゲッペルスの死体をもむき、ヒトラーと話ができるよう取り計らってほしいと求めた。しかしゲッペルスはフロムに、君は急いで地下から君の承認を掘り出してきた前。 と言い放ち、彼を逮捕させた。フロムはこの後、ローラント・フライスラーの人民裁判所へ送られ、1945年3月に、銃殺刑に処された。7月21日明け方に、真の国内予備軍司令官である、新衛隊全国指導者、ハインリヒヒムラーがベルリンに到着した。ベントラーガイは、武装新衛隊部隊により占拠された。ベルリンにいる容疑者が、 次々と逮捕され、ヒムラーの捜査本部が置かれた、宣伝省、ヨーゼフ・ゲッペルスの邸宅へ連行された。また、ヒムラーの命により、フォンシュタウフェンベルクラの遺体は掘り出され、勲章や階級章を剥奪された上で焼却され、灰は野原にばらまかれた。国家保安本部長官、エルンスト・カルテンブルンナーが、証拠集めの責任者となった。フォンビッツ・レーベン元帥。 クロム上級大将、ヘプナー上級大将、フェルギーベル大将、フォン、ハーゼ中将、シティフ少将,将、ゲルデラー、ポーピッツ、フォンハッセル、フォン、モルトケ伯爵は、フライスラーの人民法廷にかけられて、公主刑に処された。フォントレス公証証は自決している。総計7000人が逮捕され、うち約200人が処刑されたと言われる。 シュタウフェンベルクとモルトケの生誕100年を記念したドイツの切手戦後になり、ポン・シュタウフェンベルクはヒトラーに対する抵抗運動の英雄として称賛される。戦後、国内予備軍司令部のあったベントラー街はシュタウフェンベルク街へ改名され、ここに記念館が開設され、ヒトラー抵抗運動の五0を超える写真や文書が展示されている。 暗殺計画に関与した証拠たちが射殺された中庭には手を鎖で繋がれた若者のブロンズ像が象徴として置かれている。また、シュタウフェンベルク街には国防省のベルリン事務所が置かれている。毎年7月20日ここで外国から品格を迎え、ドイツ連邦軍の中正宣誓式が行われる。ナチス政権下のドイツでは軍人はドイツと ドイツ民族の総統であるヒトラーに無条件の中誠を誓うと宣誓した。中誠宣誓のゆえに、ドイツ軍人の多くはヒトラー暗殺計画に参画しなかった。マンシュタイン元帥のセリフ、プロイセン軍人は反逆しないは有名である。しかし、今日のドイツ連邦軍では特定の個人ではなく、ドイツ連邦共和国に忠誠を尽くし、ドイツ民族の自由と正義を守ることを誓うと、 先生する。昇進できないことを条件に、中世の先生を拒否する権利も認められている。長男のベルトルト・クラウス・フォン・シュタウフェンベルクは、妻・ニナとの間に5人の子供を設けた。長男、ベルトルト、次男・ハイメラン、三男・フランツ・ルート・ビヒ、長女・バレリエ、次女・コンスタンツェである。クラウスは、家族が巻き込まれないようにと、 妻ニナにもヒトラー暗殺計画を打ち明けていなかった。しかしニナは夫の様子が妙であることに気づき、あなた、無本人ごっこをしているのでしょうと聞いたことがあった。クラウスはそれを認めたが、お前は知らない方がいいと言って詳しい内容は話さなかったという。事件後、ナチス政府の憎しみはレジスタンスの中でも特に貴族に向かった。ドイツ労働戦線全国指導者。 ロベルト・ライは事件後にデア・アングリフに寄稿した記事の中で貴族はユダヤ人の手先と断定した。そしてその憎しみが最も向けられたのがフォン・シュタウフェンベルク伯爵家であった。内務大臣ハインリヒ・ヒムラーはシュタウフェンベルク伯爵家は一人残らず根絶やしにせねばならないと発言した。ヒムラーはフォン・シュタウフェンベルク伯爵家に連なる者を徹底的に逮捕するよう命じた。 白爵家の財産はすべて摂取され、シュタウフェンベルクを名乗ることを禁じられた。ニナは8月17日に4人の子供たちと引き離され、クラウスの母であるカロリーネと共に、ラーフェンスブリュック強制収容所に収容された。子供たちは、バートザクサにあった、ナチスの養護施設に送られ、再教育を受けた。ニナは当時、ミオモで1945年1月に、次女コンスタンツェを出産した。 クラウスの長兄ベルトルトも、ハン・ヒトラーグループに参加していた。彼は、ベンドラーガイの国内予備軍司令部で、クラウスと共に逮捕され、8月10日にフライスラーの人民裁判所で裁かれ、その日のうちに、ベルリンのプレッツェン税刑務所で、ピアノ戦による講師刑に処された。時刑やレクサンダーは、事件があった時は徴兵されて前線に出ており、ドイツにいなかった。 事件にも関係していなかったが、親類演者として強制収容所へ送られた。彼は、シュトットホーフ強制収容所、ブーヘンバルト強制収容所、シェーンベルク拘置所などを転々とさせられた。1945年4月に、バートザクサはアメリカ軍により解放された。8月になってようやくニナは子供たちと再会できた。ニナは2006年4月2日、 ドイツ南部のキルヒラウターで死去した。92歳であった。長男ベルトルトは戦後にドイツ連邦軍で陸軍少将になった。三男フランツルートビヒはドイツ議会及び欧州議会の議員となった。次女コンスタンツェは2008年に母・ニナの電気を出版し、ドイツでベストセラーとなっている。ありがとうございます。